そんな目で見つめないでよ。興奮しちゃうじゃないか。ポイント&ノックアウト制、時間無制限、一本勝負。どうした？まだ僕は開始位置から動いてさえいないんだけどね。え、本当に？おひえ、くそ！見てろよ！楽しんでやがるぜ、密かの野郎。やっぱり実戦技術は天と地の差だ。でも弱みはある。念についてどこまで習った？基礎は全部。そうか、君強化系だろ。なんでわかったんだよ。血液型性格判断と同じで根拠はないけどね。僕が考えたオーラ別性格分析さ。ちなみに僕は変化系、気まぐれで嘘つき。僕たちは相性がいいよ。性格が正反対で惹かれ合う。だけど注意しないと、変化系は気まぐれだから僕を失望させるなよ。ゴン。かかっておいでよ。やだね、作戦中。このままじゃやられっぱなしだぞ。そうか、それなら無理にでもこっちに来てもらおうか。何が起きるかわかるかな？もう逃げられないよ。クリティカルアンダウン、プラス3ポイント、基礎が6対2。スタンドアップゴー。やれるか？もちろん。立ったもののダメージはかなり大きいぞ、ゴン選手。それじゃあそろそろ戦闘準備。
再会。ゴン、ゴン。いい、君すごくいいよ。今すぐ君を壊したい。でもダメダメ。売れてから。高く積み上がるまでの。よし、今のはガードしたぞ。容赦クリティカル、プラス2ポイント、プラスダウンポイント1、基礎化。うん、トータル基礎化9ポイント、ゴン4ポイント。はい、10ポイント取られたら負け。あと1ポイントしかない。右の方を見てごらん。プラス2ポイント、11対4、 TKO により勝者、ヒソカ。大した成長だ。でもまだまだ実戦不足。あと10回くらいやればいい勝負ができるようになるかもね。次はルールなしの真剣勝負の世界でやろう。命を懸けて。